って、ちょっと一つね、詩でもないな、読みます。昭和56年4月24日金曜日、君はタコみたい、いつでも風任せ、北でも南でも東でも西へでも風に乗って自由に空を飛び回っている。糸を伸ばせば伸ばしただけ遠くに行ってしまう。でもその糸を手繰り寄せれば近くに行ってくる。でもね、嬉しいことに風はいつでもそのタコをあげている自分の方を向いているんだよ。そして二人の間は一本の糸でつながっている。ただ困るのは糸が切れちゃった時。近くならすぐに探して拾いに行けるけど、遠い空に行っている時にその糸がもし切れたら持ってあげたも。できるだけ探すけどね。ということで、これはこの昭和56年ですね、まだ主人と付き合うかどうか微妙な時の交換日記の中で主人が書いたこの日の日記です。で、これを数年前にこう片付けしてて見て、あ、なんか歌にしたいなと思って。でも私曲書けないので私が詩を書いてヒロ君に曲をつけてもらいました。タコっていうんじゃね、なんとなくタイトルっぽくないので、カイトというタイトルで歌にしました。聴いてください。カイトです。心みたい
元気になれる。私あなたを幸せにしてる。